指に紐をつけてですね、見たらそれを思い出す。今はこの指輪にですね、私の椅子で、妻がですね、やってたら、それよりもこっちもいいんじゃないのって買ってくれた指輪にですね、十字架の3つぐらいついてる指輪があるんですがですね、それでも全然ダメですね。いつもそんな風にして、考えることは考えてるんですね。そして、主よどうぞ、こういう風にですね、思っていますけれどもですね、なかなかできない。で、そして、毎日毎日聖書を読むことごとに、この祈りの、そういう時をという風に、日々の歩みを、なす、イエス様に触れ合う、そういう中でですね、なかなかこの自分自身の日当なり、日当ならないなと、そんなことをこう考えさせられること、スキリであります。そういう中で、日々御言葉に、こうイエス様の御言葉に触れていきますときにですね、そうだなって、イエス様におけるこの信仰、ということ、愛というこのこと、何度も申しますように、これは名詞ではなくて、動詞なんだね。信仰というのは、信じる今を生きるということであり、愛というのは、愛を生きるということであり、ということだということには、そこまでは言ってるんですけれどもですね、この、そしてまた愛の信仰も、イエス様による神様との応答ですね。私たちは信仰を通してどうするのか、ただの信仰とは信仰を通してどうするのかって言ったら、神様と出会うんですね。イエス・キリストを通して神様と出会うのが信仰ですね。そして、この信仰というのはどのようなものなのかというとですね、その信仰を働かせるっていうことは一体何かというと、愛を生きる。神様のその確かな信頼関係に支えられながら、その愛を生きるというのが、私たちにこの約束された恵みの出来事であるということは、間違いのないことだろうなとは思います。で、皆さんたちお聞きになったことあると思いますがですね、信仰によってのマルティン・ルッターという方がおられましてですね、この方に宗教改革をいたしますね。そうしたときに、今までのカトリックで、今までの教会のあり方を批判するわけですね。お金を持って、その、お札を買ったりですね、様々な事柄を通して、なんて、教会、正義というものを通さないでは、何も普通に預からないような、そういう事柄に対して、いや、そうじゃないんですよ。そういうふうに言いますね。そして、私たちの指針は聖書のみです。そして、信仰による、恵みによってのみですよ。私たちの何かによってではないですね。恵みによってです。そして、すべての人は、キリストのしもべであり、すべての人が、祭司ですよ。すべての人が、牧師ですよ。こういうことをですね、その、中心に立てていったわけですね。そして、始めていきます。それが知らないうちに、信仰義人という言葉がですね、それぞれの時に、違う、誤用されるようになりましてね。信仰によっての行いによってではない、信仰によって私たちは救われるのですと、そのように聖書は私たちに言っているというわけです。その通りです。しかしですね、そのことを通して、いや、知らないうちにこういう言葉が前面に出てきますと、何をしてもいいっていうことにはならなくてもですね、行いというものがですね、一度に続くんですね。しかし皆さん考えてみてください。教会が、そして、ペントコステ、ライフペントコステですけれどもですね、そのペントコステにおいて何が生まれたか、ね、どのようになったかというと、ね、その上に、神様の霊によって生かされた人たちがですね、至るところに行って福音を述べた、もちろんイエス様は福音主ですよ。そして、それに伴う様々な印を持って、そして人々に伝えることによって、そうですね、キリスト教はいろんなことがありますけれども、様々な大きな働きとしてはですね、もちろん、神様はあなたのことを愛しておられます。あなたを救われます。ということと同時に、それに従ってですね、人格が整えられて人々に伝えるという、イエス様が
光であられたように私たちもそのように生きるということが中心になってきましたね。そして多くの場合、日本にあってもですね、日本の明治期、あの時にあっても社会事業、キリスト教社会事業あるんではですね、こういうふうにしながらキリスト教が、そして山本軍兵によってね、なされたあの旧軍のその仕事事業でですね、みんなそのようにして出来事を伴っていく、すなわち愛という出来事を伴っていたということを私たちは忘れてはならないだろうと、そのように思うのですね。そして、実は先ほどに当初の箇所もですね、そういう中でね、不眠に会うとき、気力を失い、力を出し惜しみ、力を出し惜しみし、死に捕らえられている人を救う、踏み出さず、殺されようになっている人を助けず、できなかったのだと言っても、心を調べる方は見抜いておられる、こういうふうに言っている。聖書は一つ一つのことを通して、特に新約においてはですね、イエス様はその方の歩みそのものがですね、愛の歩み、愛の働きであったということを私たちは知ることができるわけですね。でも、信仰義務というのはですね、愛の技を失うものではないが、神様はその交わりによって私たちの愛が豊かに豊かにされていく、それが信仰なんだ。ということですが、さて、今日はですね、そういう中でですね、私、初めてふっと思ったんですね、皆さんは何回も思ったことありますか？イエス様は、ご自分のことをどんな人だと思っていたか、考えてみたんですか？初めて思ったんですよ、こういう問いは。イエス様はご自分のことをね、どういうふうに、人間がどういう人だとね、理解していたのだろうか。どうですか、皆さん、その答え、どんなふうにします。皆さんだったら、どうだと思いますか。ご自分のことをどういうふうに。ね、聖書では、イエス様はこうだから書いてるけど、イエス様はご自分のことをどのように思っていたんだろうかな。この、考えましたときにですね、そうだな、ね、イエス様の歩みを見てみる。見ますときにですね、日夜、病のものを癒し、尋ね、悲しみの中にあるもの、苦しみの中にいるもの、貧しさの中にいるものに心を砕き、そして、すべての時を人々のために、用いですね、人々を愛して、一つの身として、自らを人の苦しみの中に、人々の苦しみの中に投じ、そして、最後には、そのようにして歩んだにもかかわらずですね、十字架につけられるですね。許せない。あんまり許せない。私もね、なんとなくね、自分の心の嫌さに気づくときがありますね。人の足を知らないうちに引っ張ってしまうということがね、あるような気がするんですよ。なんか、してるとかっこつけてる、ね、嘘も手なくても、ね、そういうふうにね、きっと、この相談の中の中でと思わないようなことを、お聞きであるわけではですね、考えるんですね。何だとかね、普通にですね、本当に人生が、なんて嫌くんだろうなと、自分でそのことをですね、改めて、こう、思わされる。そして、自分を、ね、十字架にして、これした彼らのために、イエス様は十字架の上で祈られました。父の彼らを許してください。彼らは自分が何をしているしたのか知らないです。そのように歩まれたイエス様の行動基準というものはどういうものだったのでしょうか。で、ちょっとね、考えてみて、イエス様はですね、どういうふうにして歩まれたか。母マリアのことがね、ちょっと出てきますが、父ヨセフはあまり出てこないんですよね。で、父ヨセフはどういうふうであったかと言いますと、そのお父様が早くに亡くなられたんですね。ですから、イエス様はですね、その関節柱になってですね、家族を支えていったんですね。家族の面倒を見ていたり、家族のためにですね、期待に焦ってですね、働かれた、
そしてその後30歳の頃に世に出られて、すなわち救い主としての歩み、持ち役としての歩みを始められました。さあその時バプテスマのヨハネから一番最初にですね、このヨハネによる救いとのですね、第一章ちょっと、マルコによる救いとの第一章です、のところでですね、61ページですが、よくバプテスマを受けるっていうのがありますね、これなんですね、61ページの。で、イエス様はガリラヤの流れから行って、ヨルダン川でヨハネから洗礼を、バプテスマを受けられる。そして、水の中から上がると、すぐに天が裂けて、霊が外のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ね、イエス様に洗礼受けられたんですよ。バプテスマというのは神様の、ね、ご計画です。ですから、イエス様は私たちに先立ってですね、一つ一つを見ていきますときに、イエス様の足跡をたどることができるように、イエス様はその道筋を私たちに示されたんですね。ですから、神様との本当に真実の交わりを持つためには、バプテスマを受ける。そのことはとても大事、本当に大事なことなんですよ。ね、その時に言われる言葉は、イエス様の私たちの代わりに神様の声をしっかりと受け止めてください。あなたは私の愛する子、私の心にかなう。バプテスマの出来事、そんなの出来事というのはそうなんですね。そんなことは何か、神様からこの声を聞くことです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。この言葉を聞いて私たち、この言葉がですね、先導の言葉です。さあ、それからイエス様は、ようやく受けましたね。40日、40は荒野で、ね。そして、そこからイエス様が歩んでいかれるわけでありますが、さあ、そのようにして、イエス様は歩んだイエス様はですね、ご自身のことを何と言ったかと言いますと、私と父とは一つである。と、そのように言いましたね。イエス様と、ね、神様とは一つですよ。ね、そして、こういうふうにさらに言いました。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことはできませんよ。こういうふうに言いました。イエス様を通して、ついに神様と出会っていくのですよ。こういうふうに、聖書は、特にヨハネによる福音書には、そのことが、しっかりと書かれてありますので、お読みをいただければ。このように、イエス様が打ち勝ったときに、イエス様は、ご自分をどのようなものとして、理解していたのか。ということが、なんとなく、分かってきませんか。イエス様は、私はね、私は、私たちの言葉で言うとですね、私は神様に愛されている、神の心に、御心にかなうものである、というその思いを持たすということですね。聖書は、聖書もそうですが、私たちは自分自身をどのように理解しているかということが、私になるということを、すべてのことは示していると思います。皆さんは、ご自分のことをどのような存在だと思いですか？私たちは自分の思ったような存在なんですね。ですから、私たちは自分のことをどのように思うか、思っているかということが、私の行動基準になるわけです。何度かお話しましたように、少年院で10年ほどカウンセリングしたりですね、学びをしている中で、私が彼らと出会ったことは、彼らはですね、私は素敵な人だとは思っていないということですね。自分はダメな人間なんだ。こう思っているんですね。
そして、そうですよ。ですから、いいことをすれば自分が失うんですよ。だから、ちょっとで、ちょっと一瞬ね、思わず甘っていいことをしたとしても、ね、また自分のところに戻ってくるんですね。自分がどのような存在であるか、ですから私たちは、イエス様によって、洗礼を受けなさいということは、神様の子供として今一度ね、新たに歩みなさい。と、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできないと、ニコデモにイエス様がおっしゃったようにですね、このように言って、霊によって新たに生まれ変わりなさい。それは、私は、あなたは私の愛する子というね、その本当の私と出会うためですよ。こういうふうに言うわけです。で、私もね、いつも神様、一日の活動をね、愛せるものにしてください。こういうふうに言いながらですね、もう気がついたらもう全く人を粗末にしているから、愛っていることとは全くかけ離れた、そういう歩みをしている自分とですね、出会っていくわけです。いや、で、こうして言う言葉はですね、俺ってダメなんて、こういうふうに言ってるんですね。俺、本当、牧師なのに牧師なってたかなって今でも思いますね。もう毎日そういうの辛いですから、やめようと思うんですがですね、どうもね、そういう思いっていうのは、無駄なんですね。取れないんですよ。今一度、私はそのように言って、皆さんたちとですね、その御言葉を分かち合いながら、私たちはですね、何かしら、ああ、違うな、そんなふうに考えることはないでしょう。あいつがさ、一つでみんな至るところで言ってると、最も大事な夢は何ですかとイエス様に聞かれたときに、皆さん何と言われたかご存知ですよね。で、人に聞いた意味もなくですね、イエス様の答えした部分として、心を尽くして、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、主なるあなたの神を愛しなさい。誰にもこれと同様である。自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい。隣人を愛しなさいと言われましたけれども、さあ、どうですか、皆さん。ね、神様を愛することは、ね、今日の聖書の箇所は厳しいですね、そういう意味では。ね、私たちは信仰を持っていると、神様から愛されていると言いながら、ね。そういう意味だとですね、私たちが愛するのは、ね、愛することができるのは、神様がまず私たちを愛してくださったから、そのことはね、とても大事なんですが、ですね、神を愛している、ね、先導を受けて、神様を求めていると言いながら、兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です、という意味です。神様を愛するということは、人を愛することですよ、ちょっと、それだけではなくて、目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。こういうふうに言うわけです。神様を愛することと人を愛することがイコールなんです。なのに、私たちは神様を愛している。神様に愛されていると、そのように思い、そのように言ったで、そのように生きているつもりで、キリストに流れてと、そのように歩む中にあっても、そうでない自分とやっている。そのことを、私たちは愛しているつもりなのにとかね、そういうふうに、この言い訳をしないで、はっきりそのことをですね、認めていく必要があるだろうと思うんですね。で、果たしてイエス様の歩みを見ていくときに、私たちはどのようにしたらいいのか、という、そのことを私たちは知っていくわけですね。で、いかがでしょうかね。私たちは人に対して、だってイエス様がね、いろんなこと言いますけど、ね、自分をね、敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいって言うでしょう。ね、右の方を打たれたら左の方を打ち出せなさいと言うでしょう。そうしたときに私たちは自分はそれと本当に遠い、ね、遠い存在だと思いますでしょう。だからダメだと言うかと思うと、人が言っていないんですよね。
まず最初に私たちはどんな存在であるかということをいつもいつもね立ち返って原点に立ち返っていく必要があると思いますね。私たちはどんな存在か、私たちは一体人間とは何者かという問いに創世記の第1章の27節がはっきりと言いますね。私たちは、ね、神様に、ね、見せて神様の像として作られた。で、神様に、ちょっとね、ちょっと緊張するとですね、いつも暗示して、傷つけても出てこなくなるというですね、それで神は、ご自分にかたどって人を創造された。ご自分の命、人格を持った者として、私たちを創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。私たちは神の形なんですよ、というんですね。神様のイメージなんですよ、というんです。私たちはそのようなものとして生きているんですよ。ね、ですから、私たちは愛に生きることができるようになっているんですが、なかなか愛を生きることができない。これが私たちの現実である。この今この時にですね、ラザロ様も言います。ね、イエス様は目に見えない兄弟をね、イエス様が、このヨハネは目に見える兄弟を愛さないで、目に見えない神を愛することができる。イエス様ですから、いつも目の前にいる人をみんな大事にされましたね。イエス様は、神様は死ぬという言葉があるんですよ。何そういうので撤去したことがあるんですけども、ね。神様には死ぬの色なんかね、全然関係ない。ね、神様は死ぬの。ね、学歴とか。育ちとか、そういうものが神様には一切問題ない。みんな神様の大切な、愛する、素晴らしい子供なんです。それ以外ではないんです。神様は必要だ。ね、私たちがもう目に見えてですね、そしてみんなこれは黒いとか黒いとかね、できるとかできないとか素晴らしいとか、ね、そうでないとかっていう、こういうものの中に私たちは翻弄されてしまっている。今、そんな私たちがですね、神様の前に自ら立つときにですね、そうなんですね、私たち遠くの人を愛せるんですよ。バングラディッシュの人を愛せるんですね。いろんなところに行ったら愛せるんです。身近な人は愛せないです。どうですか？あなたの仕事の生活の中です、ね。あなたはあなたの臨時を愛しているんですかね。特に最も言うならば、あなたの家族をどのように、家族にどのように出会っているんですか。本当に申し訳ない気持ちがしますね。一番問題が起こるのは、家庭で一番問題が起こるわけでしょ。今日の社会の問題は家庭の問題ですか。そのところで私たちの神様に愛されているように、ね、子供たちを愛するってなかなか難しい。でもそのことが普通だと思っていますから、私たちは自分の言っていることが正しいと思っています。皆さん、あなたがしているように、私がしているように、神様が私にしたら、私はどうなっているのか。そんなことを考えなきゃいけないですか。あなたが人に、家族に、子供に、夫に、妻にしているように、ね、神様が私たちにしたら、私たちはどうなっているのか。恐ろしいことです。大変なことだと思います。でも、神様はそうではなくて、私たちのために命まで捨ててくださった。私たちは自分の価値に気づかないから、あなたの価値はこれがあなたの価値なんだよと言って、イエス様が十字架にかかってくださった。私たちの価値は、イエス・キリストなんです。あなたが自分のことをどんどんダメな人間だとか、いろんなふうに、さまざまなことの中で思うようになっても、どっから教会にいらっしゃるというのです。そういうのを読みましょうというのです。あなたの価値は、イエス・キリストです。あなたの身代わりに、イエス様が十字架におかかりくださったのですか。そうすると、あなたの命とイエス様の命が取り替えられたということは、
あなたの命はキリストの命です。私の命はキリストの命です。ところがですね、私たちはそういうふうに頭で覚えてもできないんです。ね、そして人に辛く当たってしまう。そして言い訳をする。先ほどの資源ではないですけど、言い訳をするんです。そういう今、私たちは状況の中にありますが、今ですね、私たちは、その、私たちの本当の、なんでできないのか。そうなんですね。自分を愛するよ、あなたの臨時を愛する。そうやってイエスも言われましたね。新約でそう書いてますね。ざーっと旧約からの言葉です。自分を愛するようにあなたの臨時を愛します。皆さん、自分を愛してますか？愛するってことはですね、甘やかすってことじゃないんですよ。愛するってことは存在を認め、慈しみ、本当にし、喜び、感謝するってことを大事にするってことですよ。あなたはご自分のことをどのようにしていらっしゃいますか？大事にしていらっしゃいますか？私は、何度かマザコルカの祈りのことをですね、お話ししておりますけれどもですね、どうでしょう？あなたは、ね、ご自分のことを、ね、侮辱していませんか？あなたはご自分のことを見下してはいませんと、どうだけ言ってませんか？あなたは自分のことを信じていませんか？あなたは自分のことを尊重していませんか？あなたはご自分の尊さを忘れていませんか？そして誤解していませんか？そして、これを感じてはいませんか？疑っていませんか？どうせ俺なんかだめだ。皆さん、私たちは、遠くの人を愛するのは優しいですが、近くにいる家族を愛するのは苦手でしょ？周りの人、隣の人、ね、旧友を、同僚を愛するのは苦手でしょ？そして、もっと苦手なのは、自分を愛することでしょ？自分を愛するように、あなたの臨時を愛しなさいって言いますか？自分を愛せない人は、人を愛せないんですね。また、イエス様が私たちのために命を捨ててくださった。ですから私たちは、まず今日覚えたいことはですね、愛されている私たちは、その愛されている尊い自分と出会うということが信仰の第一歩です。私の命は、イエス・キリストによって、イエス様によって取り替えられた、あがまわられた、買い取られた、イエス・キリストという代価を払って私たちが買い取られた、そういう存在なのですよ。だけど、私たちはもっともっと自分のことを慈しんでいかなきゃならない。もっと愛していかなきゃならない。自分のことを大事にできないから、人のことを大事にできないんです。どうぞ、今一度、私たちは神様の愛の道の中に、そうなんですね。今日の一つの箇所は、目に見える兄弟と目に見える、ね、兄弟を愛さないものはと言っていますが、さらに言うと、この私、いつも一緒にいるこの私、入り口のところに書いておいた皆さんたち、ヤギビッチの詩をお読みになりましたか？今日の詩法にも書いておきましたけれどもですね、こんなふうな、ですかね、私の傍らに立ち私を見る直接見る私の傍らに立ち今一人の私それと私たちは自分と言いながら今一人の自分がいるわけでしょそして縮こまって目くらい歩みにてガタ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 震えているその自分がいるわけでしょその自分、私の傍らに立ち、私を見ると、イエス様の眼差しを持って見るということでしょう。そして、美しく、あなたの高座で尊い、美しく見るのと、自分のことです。そうするときに初めて、人との出会いが生まれてきます。
神様のレッドを与えてもらうので、信仰がまず、心を尽くして、信仰を思い尽くして、ならあなたの神を愛する、私を愛してやまない神様を愛することが大事だ、ということは、その通りなんですね。ですから私たちは今一度、本当に自分の尊さと出会っていきましょう。ペンテコステの出来事というのは、まさにこのようなものを裏切った弟子たちがね、新たな出発をしていくわけですよ。だから、あなたは憧れのない尊いものです。私たちは本当に大切な、大切な神様の前に立ちないのです。そのところから、自分の尊さを認められるようになると、皆さん、人の尊さが分かるようになります。まず、そこからね、忘れちゃう。ちょっと、コンテキストとしてはですね、ヨハネの福音、その手紙とはちょっと違うかなと思われたともありますでしょうが、しかし、神を愛していくのは、兄弟を憎む者がいる場所が偽りものです。目の見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができません。そして、目に見えるや存在そのものであるこの私を愛することができない者は、神を愛することができない。そして、臨時を愛することができないのですね。なので、私たち今一度、神様の前にしっかりと立っている、神様に愛されている自分でありません。一般の話を皆さんの前にやっぱり、ね、私は神様の尊い神様の最高の作品です。イエス様は私の父です。私の父はイエス様です。そのように言っていきますけど、力がない、自分の力。皆さん、どんな風にされたときにね、力が湧いてきましたか、どうぞ思い起こしてください。あなたの人生の中で、ね、あなたがどのように言ってもらったときに、ね、あなたは動きだったでしょう。それを慰められる時もそうでしょう。ね、価値を認められる時もそうでしょう。大好きだよと言ってもらう。皆さん、まずこのように言って自分に出会いました。そしてこれが、実は神様があなたに来てくださったことになります。そして今も来てくださっていることになります。十字架の主は、ね、私は見よ、そして復活された主よ。身を私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというのは、このようにして私と共にいてくださるということなんですね。今ですね、神様の愛され、神の作品とされ、そしてまた神の形とされている自分とやってもらいました。しばらくの時、神様との味わいを持ち、素敵な自分とですね、どうぞ味わいになってください。そして言ってください。どうぞ、あなたは神様の最高の作品です。私の価値はイエス・キリストです。私は私のことが大好きです。どうぞ言ってあげてください。そして、そこからの出発です。そして、出かけてみて、と、あなたの愛するなっちゃですね。その言葉を言ってあげてください。すごいね、よくやったね、大好きだよ。ね、あなたは、本当に神様の素晴らしい作品で、私もそう思うよ。ね、そのように、ね、思う。そう、主に、キリストにとって、素晴らしい時、交わりの時のようにして、神様の交わりの時に